こちらの老婦人よりあなた様にお仕えし教育するようにと仰せつけられましてございます。あなた様が立派に成長するのを見届けてから墓に入って朽ち果てたいと老婦人は仰せなのです。メガネ、メガネ、メガネ。小十郎にあなたのことを何と呼ばせましょうか。ご無礼ながら今のままではご主人様ではなくご愁傷様にございます。焦る必要はありませんよ。小十郎の主人たる器量ゆっくりと身につけなさい。あの老婦人にも困ったものでございます。とにかくよろしくお願いいたします、ご主人様。